今月11月、もう寒くなってきてますが、もう、脇さんの方からですね、まずはゲストの紹介をしていただければと思いますので、脇さん、よろしくお願いします。はい、皆さん、こんにちは。11月も本当ね、になりまして、だんだんとこう年の瀬を感じるような季節になってきました。はい、今日のスペシャルゲストは、新潟大学の渡辺、哲也先生です。現在、新潟大学工学部教授。渡辺先生はですね、このスクリーンリーダー、特にこの、Windows、GUI のスクリーンリーダー、95リーダーというのがですね、Windows 95の時代に初めてこの日本語のスクリーンリーダーとして開発されました。この開発を行った中心的なメンバーということになります。ちょっと簡単に略々私の方からご紹介して、進めて、あと詳しくは渡辺先生からご紹介いただきますが、先生は北海道大学と同大学院を、卒業、修了されまして、その後水産庁の水産工学研究所の研究員1年、務められています。で、その後に、平成6年から日本障害者雇用促進協会、現在は高齢障害者雇用支援機構という名前に変わってますが、千葉の幕張にあります、障害者職業総合センターにお勤めになられました。で、この時に救護リーダーの開発ということになるわけです。私もこの時に渡辺先生と、初めてお会いしたのがその95年でしたけど、その時でした。で、その後平成13年から国立特殊教育総合研究所ですね。国立特殊教育総合研究所、現在は国立特別支援教育総合研究所の情報研究部研究員ということでお勤めになっていらっしゃいます。で、その後平成21年から現在の新潟大学の方の准教授になられて、現在教授ということです。それまでに、客員研究員として、アメリカのウィスコンシン大学とか、東京大学先端科学技術研究センター、それから NHK、放送技術研究所ですね。このあたりでも客員研究員をされていらっしゃいます。で、主に研究分野として、人間のですね、音声知覚、触知覚の研究ということで、音声とか触覚ですね、これが福祉工学の研究ということで、視覚障害者のコンピューターアクセスに関する研究を中心にですね、これまで取り組まれています。で、最近は視覚障害者と触知図ですね、それから 3D プリンターを使って立体的なものを含めたですね、研究も今はされていらっしゃいますということです。はい、以上、私の方からこれまでのご略歴、簡単に紹介させていただきました。以上です。はい。脇さん、ありがとうございます。で、本日は渡辺先生、ぜひ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。最初にですね、ぜひ先生のご自身で、ちょっと自己紹介も兼ねてですね、今やられてる活動だとか、そこに至った経緯等をお話しいただければと思いますので、よろしくお願いします。今の話がいいですか？そのさっき紹介いただいた古い話がいいか、どちらか。脇さん、どっちが 私、質問しますね。私、最初にお会いしたとき、救護リーダーですが、その障害者総合、障害者職業総合センターに入られて、視覚障害者のそのスクリーンリーダーの開発されたようなところっていうのが最初にされたんだと思うんですけど、このあはたい。りも少しお話しいただいたそうらでとす思うんでね。すけど。はい。はい。渡辺と申します。よろしくお願いします。僕が大学院の時に、生体工学専攻っていうのをやっていまして、その時の大学院の研究室が福祉工学っていうのが一つ柱の研究室だったんですね。で、その時は音声に関する研究っていうのをやってたんで、音声に関することをやりたいなと思って研究所探ししてたんですけども、あんまり希望通りのところはいかなくって、それで水産庁の方に行っておりました。で、その中でのあれこれは、多分、早期に辞めたことある人っていろんな経験あると思いますけども、いろいろ理由はありましたけれども、で、その大学院の時の先生の紹介で、先ほど紹介いただいた日本障害者雇用促進協会の方に入ると。
入り直すっていうんでしょうかね、になりました。で、そこでもうたまたまなんですけども、そこで、視覚障害者用と肢体不自由者用のこう研究開発するっていうのが進んでいて、で僕もまあ音声の研究、うん、まあ研究といっても2年ぐらいですけどもね、やってたこともあって、馴染みやすかったので、主にこの視覚障害の方の、研究に携わることになりました。で、もう具体的にですからテーマは決まって、大まかなテーマは決まっていて、やはり、GUI、Windows がこう広まってくる中で、DOS が使えなくなっていくということで、それを支援するソフトなりハードなりを作ろうというようなものです。で、なんでしょうかね。まあ、僕らの後、それ以外の、チーム、研究チームっていうんでしょうか、有名メーカーとかでも、こういう研究開発っていうのはあったんですけども、まあ、特に僕の場合、職場が、まあ、ご存知のように、岡田慎一さんという方、弱視の方ですが、うん、上司で、差田修司さんが、まあ、隣というか、の部署にいる、うん、そんな感じだったので、うん、ですから、研究として、こう、まあ、論文を目指すというよりは、とにかく役に立つものを作るっていうところは、最初から方向性として、強くあったように思います。でそんな中で、試作をしていく中で、試作をしてアンケートを取ったりしていく中で、結局、Windows っていう画面を理解するっていうことが必要なのかどうなのかと。皆さんがやりたかったのは、文章を書きたい。で、それを送ったり、したい。あるいは、表計算ソフトですよね。顧客管理であるとか、そういったことをしたいっていうことだったので、とにかくそれができることをしましょうということだったんです。じゃあ、他のところが、まあ、研究としてこうやってたっていうのは、やっぱり、二次元をこう、音で、三次元の音響で出すとか、うん、まあ、触覚ディスプレイ。僕も、その後研究をしてましたけど、うん、いうのはありましたけど、そういうので、コンピューター使おうとしても、やっぱお金が高いし、不正確だったり、やっぱ遅い。そのコンピューターと音声だけでどれだけ早くこう文字を取り扱えるかっていうところが、うん、一番の目的だったようなので、まあ、そこに集中して、ですから研究的にはこう、あまり派手さがないようなものだったんですけども、うん、まあそちらの開発っていうのを、とにかく一番乗り目指そうっていう形です。いやいや、私もその最初の研究の時にね、一緒に私はそれを使う側として非常に期待をしていたので、まあ、それまで DOS の時代から Windows になって本当に GUI でも使えなくなりましたということで、あ、困ったなっていうので本当に不安な状態でしたけど、これをなんとか解決するめどがついたっていうのは非常にありがたかったですね。はい。まあ、一年目最初はやっぱり大失敗でしたけどね、うん、試作品出した時はもう、アプリは全然使えないわ、音声の反応は遅いわで、まあ、とにかくたくさん批判をいただきました。最初はあれ 3.1 だったんでしたかね、最初に。Windows 3.1。でしたよね。うん。はい、Windows 3.1 で、まあ、95の前のバージョンのところから入ってましたね。はい。そうでした。はい。いや、将来ここまで皆さん、この ICT の力を借りて、職業就労というか、まさにその、勤められたところが、その中心的なところだったと思うんですけど、障害者の、職業とか、そういうところに生かされるというのは、もうその頃からもやっぱり必要性って大きかったでしょうかね。そうですね。うん。うちの部署の中で言ってたのは、その、専用のものを作るのか、汎用のものに対応するのかっていうところがあって、うん、で専用のものは専用のもので別に否定はできないんですけども、うん、まあ、あそこが雇用を支援するっていうことなので、どうしても一般のっていうんでしょうかね、見える人たちがたくさんいる中で働く人を支援するっていうことになったときに、うん、やはり Windows を、まあ、どうするメスとして使ってるより、ゲーム使ってるよりは使いにくい。汎用的にね、やっぱり、うん、はい。やっぱりそれを使えないといけないっていうところで、そちらにも焦点っていうのは当たっていました、ね。ああ、そうですか。ありがとうございます、はい。それがスタートだったということで、そこからずっと、視覚障害者の ICT 関係のことをずっと取り組まれているということですよね。はい。まあ、あの時のこととかで、まあ、論文にならないところをせっかくだからお話ししたりすると、うん、はい、この音声の反応が悪いとかっていうのがあって、それを実験っていうわけでもないんですけど、うん、ちょっと自分でも調べてみたりしたことあったんですね。うん、つまり、試作したその Windows 用のソフトで、ボタンを押してからメニューが表示されて音声が出るまで何秒ぐらいかかるんだろう。もちろん何秒っていうのは当然かからない。遅い遅いってこうよく言われたんですよ。なのでキーボードとコンピューターの間つなぐ線をこうオシロスコープつなぐことでこう、時間測ってみたりしてたんですけど、
我々作ってたやつが、やっぱ2、300ミリセカンドとかかかって、うん、まあ 0.2 なんですよね。で、その時に VDM を使って、うん、古い機械なんですけど、それで、キーを押してから音声出るまでどのくらいかなって言ったら、何十ミリセカンドっていうことで桁が違ってたんですね。まあ、VDM だけのあれじゃないし、ソフトだけは問題ではないんですけども、まあ、そのぐらい違ったら確かに、特に視覚よりも音声ってこう、速い嘘ってすごい気になるんですよね。ああ。今のぐらい100ミリを超えると、とても、仕事にならないっていう感じ、うん。今多分、スマホとか使っててもそうだと思うんですけど、タッチして本当すぐ読み上げてくれないと、余計にもう一回押しちゃう。うん、あれまだかなでももう一回押しちゃう。そういうことあって、余計に混乱して、今どっち行ってるんだろう、何がもともとしたかったんだろうって分かんなくなるんですけども、やっぱり音声の遅れっていうのはすごいこうシビアなんだなって、その時思いましたね。昔はね、そのもう一つ前の時代は、コンピューター作って音声喋り出すと止まらないんですよね。はい、そうでした、そうでした。これがストレスで、最後まで聞かないと次の操作ができないっていう。そのがあった時代。試作の時言われました。あ、言われました。あ、そうです。読み上げ始めると止まらない。止まらない。次の押したら前のを止めてすぐに次の読み上げで始めるっていうのがないと、まあ、使い物にならないっていうことがね、言われましたね。そうですよね。はい、もう本当に、この今の 0.1 コマ、1秒という長さ、100ミリ秒っていうよりも長いと、本当にやっぱりこれ、うん、ストレスというんですかね。やっぱり操作性、うん、まあ、使えるんだけど、もっとこうね、快適さっていうのがやっぱり落ちてしまうので、はい、それまでは本当にスカスカ動いてましたから、うん、どうしてもそれが残るし、まあ、最近では Bluetooth のイヤホンが、ちょっと遅延があったりすることは非常にね、今の iPhone 使っても遅延がないものがいいよっていうことで、そういうことを皆さん探してらっしゃると思うんですよね。はい。はい、そんなのが、はい、まあ、この、なんですかね、視覚障害者支援のこの研究とか開発とかの、まあ、発端でしたかね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとここまでの内容で僕からも感想をお伝えしたいんですけども、まあ、渡辺先生、僕は iPad と iPhone の、まあ、視覚障害者とか発達障害者へのですね、支援っていうのをもう12年ぐらいやっていて、で、まあ、早速今の話の中にもすごく共通項があるなってすごく感じたんですけども、まあ、一つ目がですね、やはりその、アカデミックにどうかってことよりも、非常に役に立つのか、まあ、使えるのかどうかってところをすごく大事に12年やってきて、まあ、結果的には教科書とかはですね、かなり、依頼があったので書いてはいるんですけども、まあ、論文っていうのは実は一番最初に2011年に書いた1本しか書いていなくて、僕は全然書いてないんですね。で、それはなぜかというと、やっぱり論文を書いてあげてるよりも早く世の中が動いていってしまってですね。そこに時間かけるのは、まあ学者の人にやっていただいて、うん、僕はむしろ患者さんの意見をこのシステムに反映させていった方が早いかなと思ったので、この12年やってきて、まあ今でも間違ってなかったなとはすごい感じているんですね。はい、その中で、まあ、iPad をこう視覚障害者用の専用機器にしようとか、補助金をつけて、まあ補助金実際出るところはあるんですけど、地域によっては。っていう中で、いやいや、一般的な機器だからこそ意味があるんだよって話をずっとしてきてですね。それもやっぱり同じ共通項だったなっていう感じがしましたし、スピードの話も今出てましたが、僕もですね、iPad を最初に患者さんに伝えた頃に、非常にやっぱりその iPad のこの指に吸い付くようなスピード感ですね。この伸ばした時にすぐ拡大されるっていう。ずれ、時差がないっていうところがですね、非常にこう、使い心地がいいし、見にくい人にとっては、むしろそれがすごく大事なんだってことを言われて、非常にこう、新しい気づきがあったなっていうのを思い出しました。はい、あと、その、聞き切らないと止められないっていうところもですね、同じようなところがあって、まあ、今ではですね、うん、iPad もホームボタンがないバージョンがありますけども、やはり、iPad が出てきた当時ですね、タブレットとかスマホってものに慣れない、特に目が見にくいのに、この凹凸がないものを使うってことに対する恐怖感っていうのはものすごく強かったんですね。その時にですね、やっぱこのホームボタンを押せば、とりあえず元に戻れるよっていう安心感がですね、非常に強くて、だからホームボタンは触れるボタンだから安心してねっていうのをずっと言っててですね、ホームボタンがなくなるって出た時に、まあ実は一話の不安をすごく感じていた時期があって、まあ今でこそもうフリックで閉じるっていうのはなんとなく皆さん普通になりましたけど、はい、まあいや、先生がやられてきた頃のこう過渡期というかですね、課題と過渡期と僕が iPad を進め出したこの12年前の課題と過渡期っていうのも、やっぱり使ってるデバイスは違えど、
まあ、同じように歩んできてるんだなっていうのをちょっと聞いててすごく感じました。はい、そうですね。僕も、Windows とかを今度、作るだけじゃなくて、やっぱ広めるために教えるっていうようなところも始めていたわけなんですけど、そうすると、うん、エスケープキーとにかく3回押してくださいって言うのは、1回だとこう、フォーカスが外れるだけなんで、うん、2回、3回まで押せば大丈夫ですよ、ね、みたいなことは伝えてたりしてますね。ありがとうございます。なので、やっぱり、あれですよね、最初の一歩においては、とりあえず、不安になったら逃げれる操作方法がシンプルにあるっていうのはすごく大事なのかなと改めて聞いてて思いました。ありがとうございます。先生ぜひそこからどう発展していったのかの続きの話もお聞かせいただければと思うんですけども。はい、そうですね。まあ、そこから直接的には2つだと思うんですけども、1つは、ICT、まあ、その時は頃は ICT なんて言ってませんでしたけれども、パソコン利用状況調査っていうふうに言ってましたけれども、まあ、最初は自分たち作ったソフトどのぐらいこう広まってるかなっていうのを知りたいっていうのがあって、それで調査っていうのを始めました。その当時は、まあ、2000年よりも前です。あ、2000年前後かな、ぐらいですと、まあ、100人にならないぐらいの回答者でしたかね、そんなところだったんですけど、まあ、数年おきごとにやっていって、なんでしょう。100人超えて、あとタートルさんにもお願いするようになって、300人超えてっていうのを回答を得るようになって、4回くらいでしょうかね、やったのは。うん、その中で、まあ、いろんなところからそういう情報が必要だっていうふうに言うので、あ、とてもこれ大事な仕事なんだと、自分で最初言ったのに、こう、興味でやってたんですけども、になっていきました。まあ、面白いことといえば、その調査関係ですと、やはりその調査を数年ごとに行うために、当初はパソコンって言って、2回目もパソコンだったかな。うん、2回目ぐらいからですかね、携帯電話入ってきたんですかね。携帯電話が入って、今度やっぱりスマホ、タブレットっていうのが入って、調査する項目がどん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 増えていった。でもこれは調査する側は大変ですけども、まあユーザーとしては選択肢があるなと。で、最後の調査って最後になるのか、この後もう一回やれば最後じゃなくなるんですけども、僕がまあこれまでやった中での最後の調査は2013年、7年ですかね、とかになると、非常にくっきり出ていて、この、スマホを使っている利用率っていうのが、こう年代別に全然変わってくると。まあ、予想の通り、若い人ほどこう利用率が高い。で、逆にパソコンとかに、の利用率。まあ、それはそんなに差は大きくはないんですけど、あ、そう、ごめんなさい。ガラケーですね。スマホのは若い人が高くて、高齢者になるほど低い。で、それと逆がガラケーの利用率っていうのが、うん、すごく明確に出たので、そのグラフを表紙にしたっていう思いがありますね。あともう一つ、その、スクリーンリーダーの方から発展したものといえば、漢字の詳細読みっていうものになるんですけど、まあ、これも、利用者の方から、要望があって、まあ、これスクリーンリーダーによって読みがいろんな説明の仕方が違うんですけれども、その中でこう分かりにくいものがあるっていうことなので、で、それを分かりやすいものにしよう。っていうような、まあ、研究開発っていうのを行いました。で、今も思うんですけど、分かりやすいっていう言葉ってすごく通りはいいんだけど、何をもって分かりやすいとするのかっていう明確な、基準が必要だということで、まあ、当初は教育用の漢字であれば、小学生でも分かるような、じゃあ小学生が分かるってどういうことって言ったら、まあ、教育基本語彙とかっていうものが冊子で出ていますので、まあ、そういったところに現れる単語であれば、わかるものだということで、それらを使う説明をしていこうっていうふうに作っていきました。で、まあ論文もそれでそのテーマで2、3本ぐらい書かせていただいたんですけど、まあ簡単に言えば、その漢字ごとに、今言ったような基準、まあその他はあと同音異義がないかとか、いくつかこう基準があったんですけど、で、選んでいくっていう、説明表現を選んでいくっていうものですね。で、実験自体は、例えば100の漢字についてやればいいわけですよね。それで表現を作って、テストをして、前のより成績が良くなりましたねって言った話は通って論文は出来上がるんだけど、これユーザーに届けるとなると漢字全部やらないといけない。で、実数、まあ、一般的にこう、コンピューターで使われている実数の第一水準、第二水準となりますと、合計して6000、5、600字になるわけですよね。で、これらの漢字について、そういう説明表現ですよね。学校の校とか、まあ、高い校庭の校とか、そういったものを作っていくっていう作業が、例えば、一語について、何ですかね、一つの漢字について、まあ、数分から、十何分か二十分かかかるとして、一日に作れるのってすごい限られてるんですよね。
ですから、当時、主に3人で作っていたんですけれども、それを月に1回集まりをやって、1日に何十、よく行った時は100字とかなんですけど、100、1月に100字作れたとしても、6000やるのに60ヶ月かかるっていうことが、とてもない数かかって、でも結局に3年ぐらいかけて作ったんでしょうかね。そういったことをやっていました。で、それはまあ作って、まあ公開するっていう形で、そのまま、ウェブで公開するっていう形で一旦は置いておいたんですけど、うん、まあ、アップルの方が見つけてくださって、うん、それを iPhone で、利用して、うん、まあ、iPhone だけじゃなくて、Mac でもですよね、の方で利用していただけるってことになったことで、うん、まあ、使ってる人で知ってる人は多分そんなにいないんですけれども、うん、まあ、でも自分が作ったものが一番広く使われるものになるんじゃないかなっていうふうに思います。はい。それが、ですから、先ほどのスクリーンリーダーから発生したっていうテーマっていうことで言えば、うん、ICT の利用状況調査。で、もう一つ大きなのが、その漢字の詳細読みっていうものになるでしょうかね。ありがとうございます。脇さん、何か補足ありますか？いや、今のね、iPhone に使われている漢字の読み、詳細読みが、渡辺先生のところの研究されたものが使われているっていう、本当にそのありがたいね、そういうことを、研究されたのが、成果が生かされているっていうのは。いや、今、ホームページでも、今、新潟大学のね、渡辺先生のホームページでも、その漢字の、詳細のその読みの説明が、漢字を入れることで、聞くことができるようにはなってますよね。そうですね。ね、はい、そこからの発展もあったんですけども、基本的に僕はこうユーザーのニーズドリブンっていうか、こう要望があったものに対してこう研究開発をしているって形で、なので詳細読みの研究の後に、うん、今そのウェブの方で公開している漢字の構成読みとかっていうのも、うん、漢字の部品を並べて漢字の形を説明するっていう、そういうのが、うん、まあ、欲しい必要だっていうことで、要望を受けまして、うん、まあ、大学に移ってからですけどもね、学生が取り組んでくれて、で、かつそのデータを、まあ、ウェブで検索できるように、うん、して、今、検索できるようになっていて、多分、コアな人が、使いになっているんじゃないかな。使ってますか、コアな人。思うんですけれども、はい。漢字のね、構成が分かる説明がですね、もう漢字1文字だけ入れて、エンターキー押せばさっと出ますからね、画面に。はい、本当シンプルな、使いやすい、とても、はい、視覚障害者のスクリーンリーダーで使いやすい、さすがページになってるなと思いますけど、いや、そういう形でやっぱり残って研究がね、そういうユーザーのところへちゃんと届くような形で、どんどんこう、じゃ残してらっしゃるというのは素晴らしいなと。まあ、この後のお話もまさにそれが続くんだろうと思いますけど、まあ、それをね、はい、研究というのは本当に視覚障害者、まあ、私もそうですけど、その当事者が本当に役に立つものを形としてまた残していただいて、困難を解決されているっていうのは、まあ、本当に感じるところですね。はい、ありがとうございます。ぜひちょっと続きをまずお聞きしたいなと思うので、はい、よろしいですか。続きを、はい。はい。特別支援教育総合研究所、まあ、当時は特殊教育だったんですけど、入った時は。で、そこに入ってから、まあ、漢字の詳細読みはたくさんを、主にはやってたんですけども、もう一つ、まあ、触覚に関する研究っていうのを、まあ、そちらの研究所にいらした大内進先生と、こう、いろいろやってました。触覚ディスプレイとか、点字の読みとかもやってたんですけれども、うん、まあ、その後自分の、なんですかね、研究成果として、こう、世の中で使っていただけるものとしては、地図を触れるようにするシステムですね。それはもう、研究所のほとんど最後の頃にやってて、まあ、主にこの大学に来てから、続けてやっていることなんですけれども、もちろん、従来から、触る地図、触地図っていうものはあったんですが、まあ、視覚障害の人、個人個人が必要とするような、ですから自分の自宅の周りだとか、自宅から最寄りの駅までの間とか、そういったものを作るのっていうのは、もちろんできなくはないんですけど、とてもこう時間がかかるということで、それをなんか機械の力で一瞬でできるようにできないかなっていうことで、
まあ、僕だけが頑張ったわけじゃなくて、まあ、これまでのもそうなんですけどもね、一緒にやってくれた方がこうソフトウェア作ってくれたおかげで、まあ、それが一歩前に進んだっていうような形です。の住所を入力すると、まあ、当初はこれ視覚障害者本人が使えるようにと思ってシンプルな画面で作ってたんですけども、目的地と、終着地の住所あるいは、まあ、なんとか駅っていうようなランドマークになるような名前ですね。を入力して検索ってやるだけで、まあ、その間の、まあ、主に道路だけですけどもね、これを線で表示して、それを立体コピー用紙っていうものに印刷すればして、あともう一つ機械使って発砲させれば、触れる、道路線の地図ができるっていう。うん、で、そうやってまあ作ったものの、やっぱり立体コピー機を持ってる方ってそんなにいないので、はっきり言ってるよ、ご本人の方で。なので、まあ、じゃあ作って送るしかないなっていうことで、2010年からですかね、これを、要望を受けて、まあ、こういうところの地図が欲しいですよっていう要望があれば、作って送りすると。で、まあ、料金を取るのかっていう話はあるんですけど、まあ、我々大学で、まだそんな料金取れる、なんていうかな、体制はないですし、あと、取って儲かるほどの金額でもないでしょうから、実際まで海外ではね、そうやって料金取ってるところもあるんですよ。食地図を作って送るサービスっていうのを、アメリカの、サンフランシスコですね、の、ライトハウスは行っています。十数ドルくらいだったと思うんですけれども、ですから1000いくらとか、今円安とか2000くらいになるかもしれませんけど、ぐらいでこう作って送ると。で、うちの方は一応、まあ、研究の一環という形で、作って送らせていただいて、ただできるだけ、感想とか、まあ、分かってでも分かりにくいでも、いただきたいということで、やっております。まあ、当初我々想定した、あるいは非常に多くの人、特に晴眼の人とかかな、は、視覚障害者地図っていうところを歩くための地図っていうのは、想像っていうので、ね、それが多いんですけども、で実際そういったものも多いんですが、まあ、サービスを行ってみると、歩くための地図としては屋外だけじゃなくて、まあ、駅の中であるとか、屋内とかもありますし、あとは都道府県もそうかな、あと自分の住んでいる町の形、広さ、そしてその中でも鉄道や国道がどこ走ってるかなとか、こうバス停なんかいろいろ聞くんだけど、バスの行き先が一体どこなのかさっぱりわからないとか、なんか自分がいつも住んでいて聞いてはいるんだけども、実は街の形とか、概要はこうよくわからないというような要望なんかがあったり、あるいは市区町村の形、都道府県の形、あるいは国の形とか、そういった地図って本当に単なる道路地図だけじゃなくて、いろんな種類の地図があって、いろんな種類の要望が、をいただいてきましたね。そういったものを、まあ、ずっと、まあ、10年以上になるんですけども、要望いただいては、まあ、だいぶ時間かかることもあるんですけど、作ってお送りするっていうことをやっています。であと、特に、今この3年間はサイトワールドが、ないわけですけども、そこの場面ですと、そのわざわざこうメールで依頼するほどじゃなくても、サイトワールドに来たついでにですね、そこで、うん、ここでなんか作ってくれんのみたいな感じで、ご要望があったら、その場で作って、お渡しすると。うんいうようなところで割と数はお配りしてきたんじゃないかなというふうに思っています。それがまあ地図の方の一つ、もう一つが3D プリンターの方の話ですけど、一旦ここで、はい、ちょっとお聞きしていいですか。はい、ちょっと私なんか今のね、もう少しこう多分聞いてる方もどうだろう、すぐにこうできるというところではあるんですけど、これは元の地図は、何かの地図を実際に利用されてるんですよね。そうですね。はい、結構そこは利用者の方もですし、あと技術者の方がよく質問されるんですけど、はい、みたいな、はい。当初と今とは違うんですけど、根源、はいはい、としては、やはり数値地図っていうんでしょうか、っていうものを使って、やっぱり地図が電子データになってるんですね。見える人はつい、画面に出てくる地図をどう画像処理しているのかっていうのを言われるんですけど、画面に出てくるこう電子的な、それこそ、iPhone、iPad でも何でもいいんですけど、に出てくる地図っていうのは、もともとは、XY 座標がどこそこで、別な XY 座標どこそこ、そこまでの間は線でつなぎますよって、そういった情報がたくさん入ってるんですよね。うん、なので、どこそこって駅っていうふうに入れたら、そこの周囲のデータをごっそりこうデータベースから持ってきて、じゃあその中に道路情報、それから
天井法としてお店だとか、それから建物のようなこう面積を持ったものとか、だいたいこの3種類が入っているんですけど、そのデータがどんどん送られてきて、でその種類によって、データの種類によって、道路だったら線を描いたり、で建物だったら四角あり、まあ、ポリゴンって言ったりしますけどね、そういうのを描いたり、お店だったら点でそこにあのお店のマークを置いたり、置いて店の文字を表示したりしているわけなんです。でその中の道路データだけをもらってくるんですよ。道路データだけを取ってきて、でそれで描くっていうことをやってました。で当初は、一番最初の試作の頃は国土地理院のデータを使って、それからその次はちょっとお金、科学研究費補助金というのをいただいてからは、あの、消防車さんですね。マップルの地図なんですけれども、そのデータをいただいて、その中の主に道路データを使うってことをやっていました。最近はちょっとまた変わりまして、最近はですね、あの、フリーのオープンストリートマップっていうデータがあるんですけど、まあ、それのデータをダウンロードしてきたり、あるいはもうそこから地図を描く、そういう、元の通知データから地図を描くとレンダリングっていうんですけども、まあ、それをして画像で送ってくれるこうサービスがあって、それを活用したりしています。はい。で、ただそれだけ道路地図だけだと、もう全然わかんないので。触ってもわかりにくいですよね。そこにちょっと地図を見ながら、あのランドマークとなる点を置いて点字を入れたり、ちょっと広いところだったら、あの四角を描いたりとか、いうことをしています。で、それで地図を作り上げておくと。そういう加工をしたもので、その立体コピー用の原図画っていう元 の, あの図ができて、それをこう印刷して立体コピー機にかけて、ね、あの、はい、植地できるようにするということですね。はい、それを今は、あの先ほどありましたように、ホームページの方から、まあ、無料で、あの、そのリクエストを出せば、これ送っていただける、立体コピーを送っていただけるわけですか。そうですね。ったもの。まあ、主に立体コピー用紙です。はい。はい。ああ。で、立体コピー用紙の展示っていうのも入れてるんですけど、まあ、読みにくいことしばしばなので、スタイオだったら最近はもう、えいやと、あの、展示紙貼っつけたりしちゃってますけど。シールは、はい、はいはいはい。前作るだけだったらもう、はい。ね、これもやっぱり一枚一枚手作り、最後は手作りになってるか、かなりのこう、ね、最後はちょっと手を入れてますね。はい、これなんか AI で、それこそ、全自動になるといいなと思ってる。そうですね、はい。いや、本当、これ、自分の住んでる町のすぐ近く、リクエストすれば、まあ、どこでも、ね、どこの地図でもいいんでしょうから、その場所、どこからどこまでっていう指定する、その地域の実際の道路の 線図っていうのか、線がたどれるような形で、あの送っていただけるということで、非常にもありがたいサービスだなと思って思います。はい。先週も、はい、ご要望あったのも、やはり、駅の周辺っていうのが、こう、十字型になってると道路が十字で交差しているだけだったら分かりやすいんですけども、もうちょっと増えてくると、斜めにこうぶつかってたりすると分かりにくいっていうので、それで考えたいので、あの地図がを作ってほしいっていうようなご要望がありました。ああ、これも今は縮尺っていうのはもうこれだいたいその住宅用の地図って決まってるんですか？そうですね。縮尺はいろいろ変えられます。あ、変えられる。なので、あのご要望に応じてですよね。ああ、今回のようなその駅の本当周辺だけだったらだいぶそんなに、なんていうかな、縮小しない現実。ありますし、はい、もうちょっと広い範囲だと、あの縮小しないといけないし、道路も間引かないと、全然分かんなくなっちゃう。分かんない。はい。じゃあ、そのあたりは、あの、最後に、まあ、修正するのは 手作業になってくるわけなんですかね。結構最初の段階で、ご要望を聞いて、あ、この範囲だったらどの縮尺かなっていうようなところを考えていますよね。でそこを AI でやったんですよ。そうですね。はい。いやいや、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっと僕からも、あの、いや、すごい面白いなと思って、その、地図がもともとその数字になってるって言われてみれば確かにそりゃそうだなと思いつつ、でそこから必要な情報だけをこう抜いてくるっていう考え方って、なんかこの時代にすごく必要なことかなと思っていてですね。要するに今ちょっと情報が多すぎて、あるんだけど見えないっていう状況がよくあるんですよね。で、まあこれすごく個人的な話なんですけど、僕個人もめちゃめちゃ方向音痴で、もう全然地図が読めない人だったんですけど、まあ Google マップとか
iPhone のマップができてから常に今どこにいて、で、こう俯瞰で見たりして、で、最近ではこう、そういう風景にかざすと、ね、これが何ですよって言ってくれたときに、まあ、方向音痴を今感じることほとんどなくなったんですね。これってある意味見えてる情報はあるんだけど、僕の受け取れる能力がなかったっていう感じだったんですけど、その情報の加工とかを自分でできるようになったおかげで、まあ、受け取りやすい形になることで自分の認知とその地図情報が、まあ、位置情報がですね、くっついた時に初めて地図って意味あるものになると思うんですけど、まあ、視覚障害者にとって必要な情報だけ抜き取って、それが触れる状態で届くっていうのって、まあ、今は本当にまだ印刷っていう技術が必要かもしれないですけど、うん、これ多分もう2段階ぐらいテクノロジーが進んだら、うん、もう常にスマホが立体的に変化したりだとか、うん、まあ、立体音響の中で音で方向性を教えてくれたりとかしてくれると、もうますます次の未来には地図が読めないっていう状況は少なくとも誰も起こらないのかなっていう気が。聞いててしました、うん。ありがとうございます。これじゃあ先日ですね、ちょっと先週なんですけれども、東京のミライドハウスっていうところで、展覧会というか展示会というか、鑑賞会とかっていうのを行ってきたところなんですけども、ですね、ここでは、まあ、僕とあと学生が、行きまして、この、触っていただく、まず全体なんですけども、まず3D プリンターを使って、模型を作って触っていただくっていう、まあ、全体としてはプロジェクトになります。でそれ2つに今関わっていまして、1つは僕自身が代表の科学研究費補助金というもので、視覚障害教育に役立つものっていうものを作ろうという、ものです。で、もう1つは、大学入試センターの港谷さん、多分ご存知のこと多いと思うんですけども、人が代表になっているもので、あの人自身がこういろんなものを知りたいということで、視覚障害者が知りたいものをこう、触って情報を手に入れられるっていうものを、プロジェクトとしてやる。ですから僕が地図でやっているようなことですよね。こういった模型が欲しいっていう要望があったらそれを作って送りましょうみたいな。それの作って送り役を僕はやってるんですけども、で、今回触っていただくというものを、その送るだけじゃなくて、やっぱり説明がないとわからない。地図もそうなんですけども、ただ物だけ送ってもなかなかわからないんですね。なので、それを説明しながら触っていただくっていうものを、ちょっと催し物としてやろうということです。で、この時一回で触ってこう説明するのに結構時間かかるということで、1時間半で5人ずつっていう形でいました。で、その割には、1時間半の割には物の種類が多くてですね、物ばっかりでこの後、いくらか映っていくんですけど、今 DNA の模型、二重らせんの模型とか、アシュラーソンですね。それから建物が、都内の建物、ビッグサイトや、大聖堂や、で、海外のものでは、今、タージマハルや、真っ黒でわかんないんですけども、サグラダ・ファミリアっていうもの、そして日本のもう一つ、日本銀行ですね。日本銀行の建物とか、こういったものが一つ一つ、それから、教科書に出てくる、見える方は4つの肖像画、見たらもうすぐわかると思うんですけれども、歴史の教科書に出てくるような、出てくるものを立体化してみたんですけれども、フランシスコ・ザービエル、それから織田信長、豊臣秀吉、徳川家康といった、もうだから、みんなが知ってて、見える人だったら、あれねっていうようなものをこう触れるようにしたいなっていうのがあって、これがちょっと歴史の理解にどう役立つかっていうと、ちょっとそれはわからないんですけども、まあ面白いかなと思って。で、結論としているのは、見える人に評判がいいというか、それじゃよくないんだけど、ただ、見える人に評判がいいと面白いと思うと、見えない児童に説明したがるんですね、先生が。なので、まあ、ある意味ちょっと作ってみてよかったかなと。で、こういったものを一つ一つ触っていただきながら、説明をするっていうことを。で、あと、今、右手前に出てきているのが、東京、の市区町村のもうパズルになっているものなんですけど。今やってらっしゃるやつ。はい。はいはい、その一つ下にあるのは、知る人ぞ知るなんですけど、大阪24区のパズルとか、こういったものとかですね。こういったものを作って、1時間半の間にこう触っていただくっていうことをやっておりました。まあ、この展覧会ばっかりやってるわけではないんですけれども、じゃあ、23区、全面に出るのかな。実際触って、これは都道府
県の、まあ、県ごとですね、これがパズルになっているのも、ご存知の通り、クモンのパズルとかもあるんですけど、ちょっと小さいので、まあ、比較的大きい、一つ数センチくらいの大きさで、リアル で、かつ裏面に磁石貼ってあるので、今これ机の上に置いてありますけど、ホワイトボードとか黒板に貼り付けて使えるので、これはもうすでに何体か、何セットかな、盲学校の方にこう提供してきているものになります。まあ、こういったものを単純にこう作ってお送りしてメールで説明を送る、あるいは、このような会を設けて説明するっていうことを、まあ、試みとしてやっているところなので、ぜひこういった会をですね、そちらの会場なんか使いたいななんて思ったりする。うん、あ、ぜひ。いや、本当にそう思っていて、以前この一つ前の地図の話の時に、地図をやっぱり作れる人を増やしたいなと思って、我々の方はこうソフトウェアをある程度作っているので、その地図を作る、なんていうか、労力100としてはだいぶ減らしてきてると思うんですけど、やっぱりそれでも人手がいるところがある。ということは僕一人がやってちゃいけないので、やっぱりできる人が増やしたい。ということで、そういった会をあっちこっちでやるしかないかなと思っている人だったんですね。段階ね、何年か前にそちらにもちょっと連絡して、貸し会議室みたいにこう使えるんですかとか聞いたことがあったんですけど、ネクストビジョンのところ、はい。はい。だから今後ぜひ、これもきっかけで、やらせていただけたら、この 3D の展示会、展覧会、鑑賞会でもいいですし、地図をこう作ってみようと。ですから、まあ、作る人要請じゃなくても、作ってみたいな、作ってほしいなっていう人が来てくれるのでもいいんですけどもね、その場でご要望を聞いて、住所入れたら、こう地図ができますよ、みたいなこと。そういったことをやっていけたら、面白いかな、というふうに思っているんですけど、はい。こんなところでいいです。はい。今年も前に、ね、コロナウイルスを作っていただいたのさ、はいはい、ありましたけど、ね、はい、いやー、コロナウイルスがこんな形をしてると想像だにしなかったですけど、コロナ、太陽の、コロナのようにこう飛び出てるという、まさかあんなにたくさんね、球体から飛び出て、はい、いやー、あれはちょっとやっぱり触ってみないと、イメージ全然つかめなかったですね。うん、いうのはやっぱりありますよね。話して聞いていたのと触ってみたのとこう、地図もそうなんですけど、みたいなものも、全然こうイメージしてたの違ったっていうのは、ちょくちょくこう、ご意見というか感想をいただきますね。いやー。渡辺先生、この立体印刷の機械みたいなものっていうのは、はい、その、移動できる大きさのものなんですか？そうですね。はい。大抵の機械は最大でこう出来上がるのが15センチになっちゃうんですけど、うんうん、そういった機械が作るの、そういうのを作る機械が何センチぐらいかな、50センチ角ぐらいでしょうかね。うん、はい。送ることは全然できます。はい。じゃあ、小木さん、ぜひ、なんかネクストビジョン、うん、ビジョンパークで、ちょっとね、うん、やりたいですね、これ。いいですね。3D プリンターはね、この出来上がるのって結構時間かかる。地図の立体コピー用紙の地図であれば、やはり言ってからも本当にすぐに1分も出来上がってきますので。なるほど。こう要望。はい。で、地図ってこう難しいところっていうのは、見える人っていうのは、見ながら自分で地図を調整してるんですよね。場所も拡大率、全然あんまり。気にしてないんですけども、ところが触る方、まあ見えない方だと、どこの地図が欲しい、駅の周りって言っても、じゃあどの範囲っていうのを人間が聞いても、それが分かんないから頼んでんじゃないかっていうことになるわけで、やり取りがなかなかこうできないわけです。なるほど。そういう意味では、地方地方にそういった出張所があってですね、操作してくれる見える人がいて、そこでこう、色を伝えて、出てきたの触って、もうちょっと北の方欲しいな、とか、うん、ふうにして、希望の地図作り上げるといいのにな、なんて思ったりしますね。ちょっとなんかね、ビジョンパークの未来が少し見えましたね。なんかパン焼き機じゃないけど、ちょっと立体地図焼き機みたいなものが常設できる。エリアがあってもいいなって今すごい感じたんですけども。なるほど。いや、でもやっぱり本当触ると分かるっていうのすごくあるのかなと思ったんですが、今この日本地図見てても、これ北海道ってこんなに大きいんだっていうのが。大きさがすごくよく分かります。改めて、毎日地図では見てるのに、ここ。それ見てるのと違うんですか？今映ってるの見るのとは。色分けがね、されてて、緑になってるんですけども、塊として見ると、なんか板チョコみたいな感じなんですよ、言われた。板チョコいいね。そうすると、
一口で行けそうな、四国の徳島とかと比べて、この北海道でっかいな、これっていう感じが、すごい感じますね、視覚的にも。うん、あクモンで売ってたっていうのはね、今はもうどうなのか分からないけど、本当そういった地図って触ってみたいなというニーズあるんですよね。私なんかもそう思うんですけど、世界のも欲しいなっていうのは思うんだけど、世界のって見たことないんだけど、あるんですかね。クモンでも世界の地図もあるんですよ。あるんですか。あ、そう。ただやっぱり国によって大きさが様々なので、正直面白みはあんまりない。確かに。そう、元が分かんないと全然ちょっと、あれですね。なるほど。でもちょっと僕、中村先生、いつか実現したい一つの夢がさっき聞いててできたんですけど、うん、サグラダ・ファミリアが出てましたけども、はいはいはい、実は僕、卒業旅行でサグラダ・ファミリアを見に行ったんですよ。で、それが、まあ、ガウディの最高傑作だとか、いつまでも作り続けるってすごい、日本人には理解できないその概念って何なんだろうって思って見に行ったんですけども、最近ですね、Google マップとか Apple のマップを見ていて、衝撃的なことに気づいたんですけど、サグラダ・ファミリアとか、こう、立体で見れるんですよね、今、Google マップとか。空からのあれも見えますよね。そうですね。あれで回転させて見てて、こう、縮尺を変えた時に、何にびっくりしたかっていうとですね、サグラダ・ファミリアじゃなくて、サグラダ・ファミリアの周りの街の形なんですよ。んー、すごい、こう、タコの吸盤みたいな、正四角形がぐーっとこう、幾何学的に並んでいるのを見てですね。これも含めて作品だったんだなって思ったらですね、すごい衝撃を受けて、あれはぜひいつか立体模型としてなんか皆さん触っていただけると、なんかついつい目は桜田ファミリアに行きがちなんですけど、実はこう上から見たことも意識したこの作品になってるっていうのはものすごいなって思ったんで、あれいつか作ってほしいなって思いました、個人的に。街並みとかね、できますよ、立体。情報がね、ある地図情報のところと、そういう 3D のデータ作るソフトウェアとかこううまくリンクしててですね、海外のそういう建物とか、まあ、正確な高さは出てこないかもしれないけども、今まで実はね、海外ですと、アメリカのとこだったかな、大学の近くな、どっかの大学なんですけど、とか、パリの、これも川沿いの大学のとかだったんですけども、そのあたり地域を選ぶと、そこの立体データ出てくるんですよ。で、立体化して、街並みこうなってるよっていうのを、お送りしたことありますね、何度か。いや、やっぱりその歴史とか、日本なんかこう、お城の作り方とか、古墳とかもそうですけど、やっぱり、その単品の建物を見ても、やっぱりなんでこの位置に立ってるのかっていうところも含めて歴史だと思うんですよね。それってやっぱり立体模型にならないと、なかなか見えない人からすると、ふーんって感じで分かりにくいのが、触ってみると、あ、だからこの頂上にあるのねとか、この、逆にこういうお堀があるのはそういうことなのねっていうのも、非常になんか学習効果高いなってちょっと聞いてて思いました。はい。はい。なので、ちょっとね、もう早速あと10分まで来てしまったんですけど、ぜひ今日参加している方で、質問ある方ですね、チャットでも、音声外してでもいいので、何か一人二人質問いただければと思うんですけど、皆さんいかがですかね。なかなか聞く機会がないかなとは思うんですけど。地図のご要望とかで。これ、渡辺先生って、ちなみに、すごい面白い、いい情報なので、これ、いろんなとこで話したいなと思ってるんですけど、こう、あんまり注目が殺到すると逆に困るっていうのは、まあ、ありますよね。まあ、遅くなるっていうかね。そこは、うん。まあ、もし見える方いらっしゃったらね、ご覧いただくと、こういうシステムで、うん、こう、住所入れると、今、画面上に本当にシンプルな道路が、黒い線だけ出てきているような画面ができていますので、これ先週ご要望いただいたとこ、これから作ろうかなと思ってたんですけども、こういうのができるので、例えば何でしょうかね。このサイト自体がオープンしてるわけじゃないですよね。これはもうオープンにしているので。ええー、そうなんですか。神戸駅はちょっとぎゅうぎゅうすぎるから何がいいですかね。神戸駅。あ、でも、神戸駅だとちょっとぎゅうぎゅうすぎるので。わあ、すごい。のが出てきますの。ちょっとこれだと混みすぎて、触って分かりにくいかもしれないんですけど、うん、でこういうのをもうちょっと加工したりして、
これ神戸駅の中が出るんですか？外、外です、ね。外、外、外、中、外、うん、神戸駅を中心とした周辺が出てるっていうことですね。そうですね。あ、はい、そうですよね。うん、わかりました。このぐらいになるともう線を、うん、少なくして、メインの部分にして、うん、で、こういったもので作ったのは、一般的、うん、一般的っていうか、個人の家のはちょっとまずいので、うん、なんていうかな、全般的なのこう、サイトにあるので、京都のどこそこのとか、でも立体コピー用紙がない人で印刷できるんですけど、うん、用紙あればこういう一般的なところいくつか、特に関東が多いので、作っていますね。はい。このタクタイルグラフィックスっていうので検索すれば出てくるっていう感じなんですかね。そう、あんまりちゃんと出てこないので、この URL を送った方がいいのかもしれないんですけども、サプライインターネットとかというところ借りてるので、そこの。もし、よかったら、チャットにリンクを貼っていただけると。これとか、地図作成システムとか。これは先生の研究室でやられてるものなんですか？そうですね。はい、はい。なので、こちらも、その地図をすぐに取り出すのも、さらにこの立体コピー用紙の支援ソフトってちょっとよくわかんないかもしれないですけど、こういったものも、学生が作ったものを、ウェブで使えるようにしてあります。ただ、思いっきり宣伝はしてないので、そんなに知られてないかもしれません。うん、こっちのサイトは僕が一生懸命こう書いてましたね。へぇー。だからとりあえずやっぱりできたものっていうのは、論文も書かないといけないんですけど、何ていうかな、一般の人に使えるようにっていうような形で、準備というか、公開はしています。すごい面白いですね、これ。ちょっと。わかんないんですけど。はい。なんかちょっと一種のアートみたいにも見えますけどね。なるほど。すごい、やっぱりその街づくり、なんか田園調布がどうしてああなったのかっていうのをこの間テレビでやってましたけど、ああいう街づくりとかもやっぱこう道の線にしてみるともしかしたら一般の人も理解できるそのメッセージ性があるのかなとか思いながら今聞いてたんですけど。田園調布はすごいあれなんですよね。結構、ね、面白いですよね。玉というか半円形になっていて、はい、そうですね。で常にこう常に曲がり角っていうのがですね、脇地さん。道が常に丸くなってるので、うん、ずーっとその先が見えないんですよ。直線じゃないんで。だからこう行ってみたくなる、行ってみたくなるっていうのを作ったっていうのをこの間テレビでやってて、あ、そうなんだ。非常に面白いなーって、日本っぽくない構造だなーとか思いながらですね。でもそれも普通の地図見てるとよくわかんないんですけど、今のこの線だけで見ると非常にその半、こう、なんていうんですかね、扇状の絵が非常に綺麗に出てたので、ああ、面白いなと今。ちなみにあとこのデータは海外のも出るので。へえー。じゃあ、サグラダ・ファミリアを見てみれば、先ほどのやつ見えるってことですね。ですね、さっきの、スペインのどこかわかんないんですけど。全然わかんない。そうですね。あと、道がすごいというよりは、その建物が本当にすごいので、もし見える人はぜひ、サグラダ・ファミリアの航空写真で見ていただけると衝撃的な構造になっているので。十字型の、今、マドリッドの街。ああ、そうですね。そういうのも出ますね。いやー面白いですね。なんか僕、建築とかこういう地図とか大好きなんで、なんかすごい、地図は読めないんですけど、他の人なんですけど、こういうのは好きなんで、すごいちょっと、勉強になりました。あ、ちょっと今質問が来たので、これをじゃあ最後答えていただいてにしようかなと思うんですけども、国立障害者リハビリセンター、視覚障害者学科1年の、焼津くんかな？谷津くん、先ほど iPhone の UI についてお話していましたが、現状販売している機種で視覚障害者の方にお勧めできるのは何でしょうか。また、お勧めできる理由は何でしょうか。教えていただければ。これは、僕よりももっとご存知の方がいましたが、ご判断をさせていただいた方が、そうですね。はい、すみません。はい。まあ、視覚障害者にお勧めできるのは、やっぱり、ホームボタンついてる方が安心っていう方が結構いてですね。なので、ホームボタンが残ってるパターンの iPhone SE とかですかね。はい、カメラの性能がそれ以上の高位機種だと高いんですけども、もはや一般の人でも必要ないぐらい高解像度で、ただただデータが重いっていうだけなので、
文字認識とか OCR とかも含めてですね、十分 SE でいいので、まあ、iPhone の SE とか、あとは iPod Touch みたいなですね、まあ、スマホを買うのがちょっと不安っていう人は iPod とかのやつを考えるのもありかなと思うんですけども、あと中古もやっぱりいっぱい出ているので、新品が不安であれば中古から始めてみるとか、まあ、ホームボタンがあるなしだったら、あった方がやっぱ安心かなっていう気はするので、そこぐらいかなと思います。すいません。渡辺先生の質問じゃない感じになっちゃいましたけど。僕も SE です。SE のああ、そうです第ね。一世代です。はい、私も SE をですけやっぱりど。そうなんですよね っていう。ちょっとね、いいですオーよ、バーハイスペックに SE なっちゃっは。てるところがあるんで。はい。ありがとうございます。あとはどうですかね、全体。もしなければ、あと2分ぐらいなんで。脇さん、どうですか、全体の感想なり。もうとても、昔の話から今、その地図、触覚のことについてずっとやられてる研究、今後がね、どういうふうな形にさらになっていくのかなって、ちょっとそこにちょっと興味がありますけど、何か今後のことってあります？未来に向けてみたいな。ですね、1年ぐらい前に、海外の機械で、9行表示できる点字ディスプレイを買ったんですね。それが、ちょっと、周りの人に伝えると、混ぜ物の方の、興味が結構ある。自分が思ってたよりも興味があると。で、僕自身、さっきお話したように、前の特別支援教育総合研究所の頃から触覚ディスプレイっていうのをよく使って実験っていうか研究というかしてたんですけども、面白いとは言ってくれるんですけど、なかなか広まらなかったんですが、なんかこの複数行を表示できる点字ディスプレイっていう、結構ニーズがあるのかなっていう感じが、全盲のことにしました。これ、行間がゼロで、なんか図みたいなのも出るんですか？それは難しいんですか？点字なので、行間とかがやっぱり違うの空いてで、る。綺麗な点図にはならないですけならない。ど、そうなんだ。わかりました。よりは点字でしょうね。点字ですかね。それが、例えば、日本の点字用紙と同じような18度出たらいいよねとか、いうふうになってくると、すごく、点字利用者少ないとは言いますけれども、こう夢があるというか、希望いるのかな、要望されている方いるのかなと思いました。だから今は技術的な裏付けは何もないんですけど、なんかそういうのね、最後作れるといいなぁなんて思っていますけどちなみにどこの国で作ってるんですね。か、そイのギリ地ス図。です。イギリス。そうですギリスです。従か。来のピエゾ素子っていうので、こう、ピンを上げるのとは全然違違ううんですか。方で、できまして、あ、はい。えー、今年いや、の4月から2回、1回くらい、こう、まあ、数名単位でですけれども、ええ、ええ。研究会っていうのをやってきました。で、賛否両論というか、当時までに時間かかるとかっていった課題はあるんですけども、結構でも、表が表示されるし、転職とかには、こう、一行だけよりもすごくいいねとか、将来への期待を持ったんで、声を聞いたなっていうふうに思っています。なんかそんなんをのがあるんです触ね。れるといいかそうなんなだ。と思ったりしてます。ありがとうございました。ありがとうございます。田辺先生、僕からは最後に、ぜひですね、この会を発端に実際にプロジェクトが動くっていうのがよくうちありますので、その口にすることでこうね、自分そうでも。すね、言霊化して、ちょっとこの言霊も実際のプロジェクトまで、立体化させていただければと思いますので、ぜひ、引き続き、ビジョンパークにも来ていただいて、何か一緒にできればと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、本日はお時間ありがとうございます。ちょっと最後に一個だけ質問がもう一個だけ来てたので、東京都の市町村のパズルについてお話がありましたが、個人で購入できるものですかっていう質問ですね。さっき申し上げたように、売っては今のところいないんですね。それで、東京都のは、それなりにこう、印刷だけは結構簡単なんですけど、その後にこう、うまく組み合わせるように削ってるっていうのは割と時間がかかります。で、なので、なんていうんですか。熱心さ次第ですってこう人に言ってものすごい、とにかく私はこれ地図が昔から興味あるんです、こういうことを何度も言っていただくと、しょうがないなっていう感じで、無理することが時々あります。曖昧なと思まあいます。人間ですからね、みんな。わかりました。ありがとうござい私まもそうす。あります。
ありがとうございます。ちょっと、なんとか協会っていう名目で、多くの人に触っていただきますよっていうんだったら、なんとか市の視覚障害者協会ですとか、そうだったら、お送りしたりもします。はい。そのような回答でよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。じゃあ、まず我々ネクストビジョンとしても、ちょっと公益法人として私たちを呼んで、いろんな人に触っていただける機会を作れればと思いますので。はい、触ってもらえるような場所をね、またぜひ来ていただいてお願いしたいと思います。はい、渡辺先生、今日は夢のある話ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。